スカ・サンクト・ペテルブルクは、ロシア・サンクト・ペテルブルクに本拠を持つ、KHL 西カンファレンスに所属する、アイスホッケーチーム。1946年にキーロフ・ドゥーとして創立。現在は、ガスプロム・エクスポートがオーナーである。2014-15シーズンで、旧ソ連リーグ時代を含めて、リーグ初優勝を成し遂げ、2016-17シーズンに2年ぶり2回目の優勝を達成した。 シーズン2016、17からパーベルダツユクがキャプテンを務めている。スカ、ロシア語読みはスカーは、軍のスポーツクラブを意味し、プロスポーツ選手が存在しないことが建前だった。ソ連時代に、スカの選手は、実際に、ソ連軍に所属していた。選手は、今でもアルメーツの愛称で呼ばれる。同じ軍の中央スポーツクラブ、HC チェスカモスクワとは、 ライバル関係にあり、スカとクスカの対戦は、アーミーダービーと呼ばれる。現在に至るまで数回のチーム名解消を経て、スカとなった。九百四十六、四十七年のシーズンから、ソビエト連邦の最高峰の選手権に出場しているが、九百四十七、四十八年と九百四十九、五十年、そして九百九十一、九十二年のシーズンは、 欠場した。1977年にはソビエトのジュニア選手権で優勝した。2000年にスカの選手2名、アレクサンドル・ドロズデツキーとアレクサンドル・ポルケーフが NHL にドラフトで指名される。2001年にはヒョードル・チューチンが NHL に指名された。2005、6年のシーズンにチームはロシア選手権で13番目だった。2007、 8年のシーズンは定期試合で6位を占めた。長い間スカは上位グループに入っていたが、ファイナルに進むことができずにいた。1回戦でスカはスパルタクに3対2で勝利するが、準々決勝でロコモティフやロスラブリに敗れた。2008、9年にコンチネンタルホッケーリーグが開幕。スカも KHL に加入する。 シーズン当初はつまずいたが、最終的にチームはディビジョンで主位争いをしていた。最終的にスカは、ディビジョン3位で定期試合を終え、プレーオフに出場するが第1ラウンドでスパルタクに敗れる。2009、10年のシーズンには、ディビジョンとコンファレンス全体の1位になり、リーグ全体の2位で定期試合を終えた。プレーオフでは、第1ラウンドでディナモリガに敗北した。 2010年のシーズン開始前に、クラブは海外からいくつかの大型遺跡を実現。その中には、デニス・グレベショク、マクシム・アフィノゲノフ、エブゲニー・ナボコフが入っていた。クラブは、ディビジョン2、コンファレンスでは3位で定期試合をエプレイオフに進出。第1ラウンドでは、スパルタクに勝利して、準決勝に進むが、アトラントに敗れた。シーズン途中で、 シビリノボシビルスクからウラジーミル・タラセンコを獲得。タラセンコはマクシムス・スシンスキーの記録を破った。現在の記録はタラセンコの打ち立てた14試合が最長となっている。タラセンコは14試合連続で合計21ポイント11得点10アシストを記録し、これはスカの選手にとってロシアの歴史で最高の記録となっている。クラブは コンファレンス1位で定期試合を終了し、プレーオフでは、コンファレンスの決勝まで進んだが、ディナモモスクワに敗れて、初のマガーリンカップファイナル出場を逃した。NHL のロックアウトにより KHL は規則を改定し、各クラブは選手を3人まで補強できるようになり、そのうち1人は NHL の有効な契約がある選手でも良いという内容になった。スカニは、 セルゲイ・ボブロフスキー、イリア・コワルチュクが招かれた。一方、前年に活躍を見せたタラセンコは NHL に移籍。コワルチュクは、シーズンに、クラブで最多のポイント、42ポイント、18ゴール24アシストを記録。ゴールキーパーのセルゲイ・ボブロフスキーは、確かな守備を見せ、最後の4試合のうち3試合は無失点で抑えた。スカは、コンファレンス首位で2位のチームに、 勝ち点11点差をつけて定期試合を終了。また、クラブ史上初めて、コンチネンタルカップ優勝を成し遂げた。プレイオフでは再びコンファレンス決勝まで進んだが、再びディナモモスクワに敗れまたしても、ガガーリンカップファイナル出場を逃した。2013、14年のシーズンは、チームのメンバーが大きく変わった。ゴールキーパーのボブロフスキーは、NHL のロックアウトが終わると、 コロンバスブルージャケッツに復帰したが、コアルチュクは、スカに残ることを選択した。クラブは大規模な補強を行い、ケトフ、シパチョフ、クテイキン、スカチコフ、リャセンスキーラを獲得。また、チェコからチェルベンカを獲得した。ゴールキーパーに関しては、チェコ人のアレクサンドル・サラクを獲得。定期試合を、コンファレンス2位で終了し、プレーオフの第一ラウンドでは、 クスカを4連勝で圧倒したが、続く、第2ラウンドでは、ロコモティフやロスラブリに2勝4敗で敗れ、コンファレンスの決勝進出はできなかった。シーズンが終わると監督、コーチ陣は丸ごと解任され、2014年4月4日、元ロシア代表監督のビャチェスラフ・ビコフが、スカの監督に就任した。ビコフは2010、11に KHL のサラワーと、ユラー F を率いて、 ガガーリンカップ獲得を達成した実績があり、代表監督だった2007年から2010年の間に、世界選手権でロシアを、金に、銀一、同一に導いた実績があった。シーズン開始前に、スカは元ドンバスで NHL での経験もある、エブゲニーダ・ドーノフ、スウェーデン人のベテラン選手、ジミー・エリクソンを獲得。2014、15年のシーズンに、 スカは開幕から順調だった。キャプテンのコワルチュク、若手のアルテミー・パナーリンらが活躍を見せ、シーズン中盤までスカはリーグ全体の首位を占めていた。11月になると、ややペースが落ち、連勝を続けるクスカに首位を譲ったが、コンファレンス2位で定期試合を終了する。プレーオフでは、第1ラウンドでトルペード2イージ2のブゴロドを4勝1敗で圧倒。 第2ラウンドの相手は、ディナモ・モスクワだった。2012年と2013年に、コンファレンス決勝で敗れた因縁のライバルであり、今シーズンでも定期試合で4回対戦して4回、敗れているスカの苦手なチームだった。しかしスカは4勝1敗で勝利し、西部コンファレンスの決勝に進出する。コンファレンスの対戦相手は、スカの宿命のライバル、クスカだった。 スカは定期試合60戦で勝ち点123でコンファレンス2位、対するクスカは勝ち点139で定期試合を首位で終了していた。コンファレンス決勝でスカは第1試合を0対3、第2試合を延長2対3、第3試合を1対3で落とし、プレーオフ敗退の危機に陥る。しかし、ここからスカが奇跡の反撃を開始する。 シパチョフダドーノフパナーリンのトリオが活躍し、第4試合を4対1、第5試合を6対2、第6試合を延長2対1で勝利し、シリーズのスコアを3勝3敗にした。2015年4月7日、モスクワでクスカタイスカの運命を決定する第7試合が行われる。第1ピリオドでコアルチュク、 第2ピリオドで打倒の風が得点してスカは2対0でリードするが第2ピリオドの終盤にクスカが2点を返して同点に追いつく第3ピリオドにスカのパトリック・トレセンが勝ち越しゴールを決めるとそのまま逃げ切りスカは4勝3敗でクスカに勝利初のガガーリンカップファイナル出場を決めた KHL 史上プレーオフで3敗から逆転勝利したのはスカが初めてであり NHL でも前例は数えるほどしかないことだった。ガガーリンカップファイナルでは、東部コンファレンスの勝者アクバルスカザンと対戦。4勝1敗で勝利し、ソ連時代も含め初めて優勝を成し遂げた。シーズンが終わると、監督のビコフは、家庭の事情を理由に監督を辞任した。二千十五十六年はスカにとって変革のシーズンとなった。全シーズン終了後に、 ビコフが監督を辞任したことにより、アンドレイ・ナザロフが監督に就任。多くの選手がチームを去った。前シーズンに大活躍したアルテミー・パナーリンは NHL に移籍。ビクトル・チー・ホノフも NHL に移籍した。ロマン・チェルベンカ、ジミー・エリクソン、トニー・モルテンソン、パトリック・トレセンナーもスカを去った。一方、補強では、エゴール、ヤコブレフ、ヨアヒム・リンドストリオム、 ヤルノコスキランタを獲得。以前スカでプレーしていたエブゲニーやる中品は、クスカからスカに移籍した。シーズン開幕後、約3ヶ月にわかりスカは、前年のガガーリンカップ発射とは思えないほどの低迷を、続け、スカはプレーオフ進出すら危ぶまれるほどであった。2015年10月、監督のナザロフは解任され、コーチのセルゲイツ・ボフが監督に就任した。クラブは、 シーズン途中の10月にユグラ・ハンティマンシースクトに聞いた、グーセフをトレード。NHL から、ビャチェスラフ・ボイノフ。12月に、NHL からモーゼス・スティーブを獲得し、アバンギャルド・オムスクとセルゲー・シュロコフをトレードした。これらの補強によりスカは徐々に順位を上げていき、最終的には、ディビジョニー、コンファレンス6位で定期試合を終了した。プレイオフでは、 1> 第1ラウンドでロコモティフに4勝1敗で勝利。第2ラウンドでは、前年に続きディナモモスクワと対戦し、4勝2敗でディナモを退けて、コンファレンス決勝に進んだ。決勝の相手は前年と同じクスカで、試合展開も前年と似たものになった。スカは、第1試合を0対3、第2試合を2対3、第3試合を延長0対1で落とし、敗退の危機に陥る。 スカファンは前年の奇跡の再現を期待したが奇跡は2度は起こらず、スカは第4試合で延長1対2で敗れて2年連続のガガーリンカップファイナル進出を逃した。プレーオフではキャプテンのコワルチュクは第1ラウンドと第2ラウンドで4試合しか出場しておらず、その4試合はすべてスカが敗北した。途中からシパチョフがキャプテンになり、コワルチュクはクスカとの 第3ラウンドには出場しなかったばかりか、ベンチ入りもできない状態で敗退を迎えた。前シーズンの主力選手は大部分がチームに残った。ファイナルでは2連覇を狙うメタルルグマグニトゴルスクと対戦。スカはパーベル脱臼を書いていたが攻撃と守備でメタルルグを抑え込み、4勝1敗で勝利して2年ぶり2度目の優勝を達成した。ノート、GP イコール試合数。 W イコール勝利、L イコール敗戦、圧、イコール O、または、シュートアウトによる勝利、イコール O、または、シュートアウトによる敗戦、パーツイコールポイント、GF イコール得点、が、イコール失点。ありがとうございます。